動画をご覧いただきありがとうございます。新山マッスルでございます。本日も運転しながらの動画でございますけれども、よろしくお願いいたします。ただいま首都高を走っております。はい、大変混んでおりますね。はい、まあ、混んでるので動画はついでに撮ろうかなということで、はい、よろしくお願いします。はい、今日の動画のテーマなんですけれども、トランペットはスポーツなのかというね、あの動画のテーマなんですけれども、何言ってんだって話かもしれないんですけれども、まあトランペットをね、こう鳴らすのにね、少しこう僕は苦労してきた人間なので、まあ、今もね、もっともっと楽にやらせたいなともちろん思ってるんですけども、はい、ちょっと朝なんでね、滑舌がちょっと悪いんですけど、はい。で、スポーツ皆さんなんか見ますかね。なんかいろんなスポーツあると思うんですけども、スポーツって、まあ、体を使うじゃないですか。まあ、体力ですよね。体力が必要ですよね。で、トランペットもまあ体力必要じゃないですか。で、音楽っていうと、結局その音楽表現が一番メインになるわけじゃないですか。音楽表現をするっていうことを一番最後のゴールって考えて、そこから逆算していって体をどうに使うか。で、その体を使うために体を鍛えるかって考えたら、スポーツも音楽も一緒じゃんって僕は思ってるんですよね。で、スポーツの場合は、なんかその、例えば格闘技とかだったら、その体と体で戦わなきゃいけないっていうね。だから別に音楽は戦って倒す、負けるとか、まあ、コンクールとかそういう感じかもしれないですけど、でも基本的に別にそういうわけじゃないじゃないですか。直接戦うわけじゃないので、誰かに評価をしてもらうっていうものじゃないですか。ね。だからフィギュアスケートとかそう考えると似てますよね。なんか表現するスポーツなのかな。はい。で、特にね、僕はボクシングが好きなんですよ、格闘技の。で、ボクシングの中でも、さらにまあ、ちょっとマニアックになってくるんですけども、フロイド・メイウェザー選手っていう方が知らない方はぜひ調べていただきたいんですけど、まあ、アメリカの方でですね、もうとてもすごいんですよ。プロになってからね、50戦50勝かな、確か。で、5階級制覇。すごいんですよ。ボクシングって階級っていうのがあって、例えば体重60キロだったら、60キロ以内で戦いましょうみたいな契約をね。体重の下がると大変なことになるので、まあ、そういう、まあ、階級っていうものが存在する中で、それを5階級も制覇したという、まあ、とてつもない方なんです。しかも負けてないんですよね、プロになってからね。もうちょっとわけわかんない人なんですけども、で、まあその方がいらっしゃって、僕もすごくその人ね、すごいなと思っていて、何がすごいかというと、まあ皆さんもちろん絶対練習はしてるだろうし、当たり前のようにね、皆さんねやってると思うんですけど、その人のすごいところっていうのは、もうとにかく練習量がもう並外れてるらしいんですよ。はい、まあ、本人も言ってましたけどね、もうとにかくもう相手の選手が寝てる時も練習してるし、遊んでる時も練習してるし、相手が練習してる時も練習してるし、という名言があるんですけれども、でもとにかく練習の鬼らしいんですよね。で、例えばこう、試合が決まりました。じゃあ相手の選手と試合をするにあたって、まあ相手の選手がどういう人なのかっていうのをまあチェックしたりするじゃないですか。で、その時に、その、どういうことをその方が思ってるかというと、まあ相手がどんなことをしてきたとしても大丈夫なように、それだけの準備をしてるらしいんですよね、自分が。だから絶対負けないらしいんですよ。もう、まあ、現に負けてないんでね。だから、もうとにかく、もう、まあ、ボクシングっていうスポーツのルールの中での範囲の話なのかもわからないんですけれども、でもボクシングのルールとして勝てる人が一人もいなかったってことですよ。そしたら、もうその中でできることを全てやってるってことなんですね。で、トランペットに関しては、まあ、僕もね、いろいろ20年間今やってくる中で、すごく意識してることっていうのが、とにかくね、バテないようにしてるんですよ。もうとにかくバテちゃうともうダメなんで、いや、バテるんですけどね。バテても吹けるようにしてるっていうのもあるんですけど、とにかく、その本番とか実践で、まあ何が起こるかわかんないというところでね。まあ練習してったものをそのまんま本番で練習する、演奏するっていうのは一応ベースとしてはあるんですけれども、でもやっぱりその日のコンディションであったりとか、とにかくそのやっぱり人前だったりとか、いろいろな緊張感とかって時に、いろいろなプレッシャーかかったりとか、いろんな気持ちがなった時に、どうしてもいつも通りじゃなくなったりなると思うんですよ。だから、とにかく練習の段階で本番よりもきついことをやりまくっとこうっていう考え方なんですね、僕の場合は。だからとにかく吹きまくってるんですよ。で、吹きまくって体力つけて余裕が出てくると、本番ってすげえ、気が楽なんですよね。で、気が楽の中で音楽に集中できる。音楽に集中するためにトランペットをまず少しでも楽に鳴らさなきゃいけないっていうところで体力をつけなきゃいけない。だからとにかく練習しまくらなきゃ。時間をかけて練習しようっていう、まあ、考えで僕はやっております。はい。だからね、まあ、体作りっていう意味でトランペットをしっかり鳴らすための体を作るっていう意味で、
まあそれはトランペットであってもスポーツであっても変わらないと僕は思っていて、でまあ筋トレって皆さんね、あの僕筋トレしてるイメージが結構マニアマスルって自分でも言ってるんであれですけどあると思うんですけど、筋トレもまあそういう目的も若干ありますね。まあメインとしてはこう形をつけるトレーニングっていうのが僕の中ではテーマにはなってるんですけどね。例えばこう胸板を厚くするとか背中を広くする、背中を肩を大きくするとかっていうそのなんていうんですか、美しくっていうか、まあ、自分の中でですよ。自分の中でかっこいいな、美しいなっていうイメージに向けて、もうちょっと肩があったらかっこいいなって僕は思うので、っていう感じでやってるんですけれども。でもそれとは別で、やっぱり体力的なトレーニングもしてるんですよ。例えば、休憩なしで連続で追い込んでみたりだとか、結構。だからなんかそれもトランペットにちょっと似てるなと思うんですけど。まあ筋トレはね、別に僕もなんか別になんか戦うわけじゃないので、別にそういうためのトレーニングはしてないんですけれども、まあ体力維持でやってるっていうところですね。はい。なので、まあ、やっぱり、その、まあ、今日はちょっと、具体的に、ま、何を伝えたいかというと、まあ、トランペットをやる上で、やっぱりその、音楽をしなきゃいけないっていうのが絶対条件なんです。だって音楽じゃないですか、楽器って。ただ、どうしても、その音楽の手前で止まっちゃってる方が多い。まあ、僕もその一人っていうふうに今でも思ってますけど、やっぱり音楽に集中するために体力を増やさなきゃ。で、体力を増やすのはもちろんそうなんですけれども、楽に吹くっていうのも前提にしながら、さらに体力を増やすなんですよ。だから体力を増やすだけで練習していても唇って壊れてしまうので、楽に吹きつつさらにスタミナを伸ばすっていう考え方。そのためにはどうしたらいいかっていうのはアンブッシュを作ったりとかいろいろまあ日々研究してるんですけれどもね。はい。なのでね、ちょっとまあスポーツ選手とマインドは僕ちょっと似てるのかなと思って、すごくスポーツの選手の人たちのいろんな話だったりとか練習内容とかっていうのを調べるのは結構好きなんですよ。で、ボクシングの格闘技がなぜ好きかというと、まあ、すげえなと思うんですよね。だってね、拳を交えて戦うわけじゃないですか。もしかしたら負けるかもしれないわけじゃないですか。勝ったら天国ですけど、負けたら地獄ですよ。うわ、もうすごいですよね。だからもう恐ろしいじゃないですか。ね、だからなんかね、いろいろ本番の前とか僕も緊張しますけど、緊張してるなんかレベルが違うなと思いましたね。なんか別に自分が、ああ、そこ失敗した、音外した、ああ、残念だったなって思うだけじゃない。だけっていうかまあね、人に迷惑かけることもあるかもしれないですけど、でもそうじゃないですか。でも、ボクシングってやっぱり自分のね、負けるって言うと、やっぱいろんなお客さんに対してね、そういう負けたシーンを見せちゃうわけじゃないですか。だから、その中で負けるかもしれない、まあ絶対勝つぞって気持ちでやってると思うんですけども、でも負けることもゼロじゃないってところで、そういうメンタルでね、やられてる格闘家の人っていうのは本当に、すごいなっていう意味で、格闘技って僕すごく好きなんですよね。僕はやらないですけどね。はい。殴られたらトランペット吹けなくなっちゃう。絶対やらないんですけど、マインドとしてとてもすごく共感する部分というか、はい。すごいなって思うものがたくさん、リスペクトするものがたくさんありますので、ちょっと参考にしていることはたくさんあるということでございます。はい。そんな感じですね。まあこれは人それぞれいろんな性格とかいろんな考え方があると思うので、人それぞれに合った落とし込み方があると思うんですよね。ただ、まあ、何度も言うようにですね、まあ、トランペットをやる上で、トランペットを鳴らすのに苦労している方っていうのは結構やっぱ多いっていうところで、で、もういきなりトランペットを持って楽に鳴らせて音楽からスタートできちゃう人ってもいるんですよ。そういう人はね、才能がある人だと僕は思ってます。だけど、そこにたどり着く前にまずはトランペットで音を鳴らすようにするっていうところをやらなきゃいけない人が大半だと思うので、まあ、これからもね、そこで悩んでる方が多い。まあ、僕もその一人というところで、はい、少しでも有益な情報とか練習方法とかを上げていけたらいいなと思っております。今日は楽器がございませんので、運転しながらでございますので、はい、ちょっと考え方とか話し方じゃなくて考え方とか話がメインの動画になりましたけれども、はい、ぜひ参考にちょっとでもね、なったら嬉しいなと思います。まあ、これからもいろんな動画を出していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。